風エブリうつ台があるんですよ、寝台で、まあ、僕といえば、まあ、うつだろうなと皆さんも思ってるかと思います。魔法少女です。お願いします。100倍ない396だから多分取れるんじゃないかなって思うんですけどね。なんかさ、お店に入るにつれてさ、まあ、なんだけど空いてるよね、さすがに。とりあえず迷わず行くからね、俺。おはようございます、お願いします。よっしゃー、終わった言って出してなかったもん。 OK 風エブリー。さあ、それではいきたいと思います。 Go! Go! マリン3000です。 Go! Go! マリンが生まれ変わってきまして、時短突破型になったんです。50回転に引けましたら、なんとリゼロが始まるんです。てかリゼロよりも3000の振り分け多いんです。 5% 打たない方います？いないでしょう。いきます。はい、では、注目のスペックからいこうと思います。199のライトミドルタイプの H20 混合機になってます。突破型の FT タイプで、図柄全部当たったらオール通常になってまして、50回転でいければラッシュに入りますと。入っちゃえば 77% のガチでリゼロなんで、3000発しかも30発もあるんですよ。あれよあれよという間にキャラクターが活躍して、もう1万5000発とかまあまあ来てくれる形になります。注目品質いきたいと思うんですけど、まず大事なものはリーチ中にあります。キャラがアップになった時に満月の演出が入るかどうかと、あと間近で魚群ボタンが出てくるの、それが押してブラックカットするかどうか、ここにかかってます。この戦列をもうほぼほぼ占めてるのが、ゴーゴーアタックっていう演出で、まあ、いろんなところから入るんですけど、マリン、ワリン、ウリンっているんですけど、まあワリンちゃん以上かな。でマリンちゃんがちょっと弱いんですけど、まあ内容次第って形です。地球級の信頼度がほぼ出てなくて、この動画が上がる頃には出てた場合は、補足で入れていただこうと思うんですけど、とりあえず僕は319の信頼度を、話す形と、まあ、ぶっちゃけ言うと信頼度関係ないです。この場合マジカル魚群と満月さえ待てばいいんで、そこにひれつく形になりますので、どちらかというとひれつくところはリーチ中になりますね。うんうん、お頼んでれば熱いブラックパールホール、まあ、これどこに変わるかなんですけどね。注目ですのに、あーでもゾーン絡まないか、覚醒ゾーン。こっから赤満月飛んだら熱いぞ。あーいいねいいねいいね、マッチ演出の1個。注目演出じゃないですけど、いきなりクリスタル振ってくるのチャンスアップです。で、ゴーゴーアタッカー取りますので、これワリンがいいな。あーもうね、こういう赤は大好きだよ。金なんかメタルじゃないから赤でいいです。ずれないですかね。カットイン入ったら疑似連、あこれこれこれで、ここで金の3、2のカットインだったらチャンスアッププラスめちゃめちゃ熱いです。もう当たり外れはっきりしてるので、激アツルート入んなかったらまずいです。もういかに王道に乗っけるかなんで、これは疑似さん行こう。ゴーゴーアタックはこの次で、いやゴーゴーアタックいっちゃうのか、疑似に回これマリンだったらな、赤まで必要だし、マリンでもな満月以上が必要なんだね。マリンちゃんゴーゴーを3つぐらい欲しいんですよね。ゴー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 1個、ゴーゴーの数がチャンスアップ。いいね、赤めったに来ない、赤までマジで来ないです、赤まで。でこれシャッター閉まってくれたら強盗パターンです。さあ、ここから朝言ってた満月が入るかと強撃パターンが間近で魚群かどうか、ここに注目してください。満月の時はキャラクターの目がアップになった時が発展タイミングです。はい、タイトルは赤で十分、もう原作みたいな感じです。これクラゲですからね、もう世界観がわからない。あ、いいよいいよ、リングビジョンで、これが満月だったら嬉しいんだよ、まず。あ、いいね、赤イルミ、もうこういうチャンスタイプどんどん欲しい、どんどんちょうだい。ここ満月、後ろ満月、あ、いいね満月だ。でこれ赤だったらもっと熱いんですよね。はい、当たるルートまず1個目乗りました。でここで攻撃パターンがマジカル魚群、もうこれ完璧です。ブラックアウトしたらマジカル魚群、これは当たるよ。まさかマリンちゃんがね、敵に魚群をぶつけるとは思わなかったな。こんなことあっていいんですかね、海の辺りの世界で。これ出てこなくても囲んだったらチャンスアップ。ああもう完璧、14回転まだ1000円です。やったー、やっぱ海って裏切らないよな。
はい、というわけでここから臨戦態勢、いわゆる時短を消化していこうと思うんですけども、僕はですねちょっと朝早くてね行ってなかったことがあるんです。僕この台大好きなんですけど、絶賛8連単してるんですよね。今日に標準合わせてきました。 40% なんでね、下振れもあると思うんで、逆に言うと今日に合わせてきたとしたら今日全部ラッシャーと思うんですよ。で注目ポイント、これ分かりやすくて、テンパった時点でバトルに行って、そのバトルリーチがメインリーチになってて、勝てば出玉あり、ダメだったら突然ラッシュのチャンスになります。はい、で右の振り分け 30% で3000発 51% で1500発 19% で55ラッシュのみという形になります。強くないです？199ですからね、取りますよ。もう、ね、早いですからね、もう先よりワンサが欲しいんです。何事もなしやめてね、説明したいんで。いや、突破すればね、リゼロなんですよ。僕、リゼロで 55% 突破できない民としてはね、199で十分だと思ってるんですよね。いいよ。あー、やばい、残り10しかない、早い。いいよ、もう、まだ。オッケー !3 回目。で、テンパって、バトル。あー、もう、8回しかないのに。撤廃アンコズから。はい、終わりましたね。難しいでしょっていう。で今ので単発だったね、9連単になりました。今日はちゃんとこの動画でラッシュをお届けできるように頑張って引いていこうと思います。でもね、そろそろ答えてくれると思うんですよね。2枚目、うん、ある。通すためにここに来た。通すのがね、厳しい分、通したけど爆発力を加味するとミッションにも有利なわけですよ。だって3000発を5回取ったらもう1枚5000でしょ。できるよ、入れてしまえば。だって現在ほんとカタカナ平が拮抗中でして、1ポイント差なんですよ。こっちが1ポイントリードしてるんですよ。制限7万発出して負けてから悔しいのよ。でこの2ヶ月はね、油断がね全ての。おー、終わった。ちょっとこれ待ってください。一応ねこれ死ぬ 95.9% なんですよ。これで裏ボタンがあって、出てる間にボタンを押したらこのサイドが光るか上のトップジュエルランプが光るかで死ぬとだいぶ差があって、上が光ったらもう大当たり濃厚です。そういう方はしてみてください。僕もやりませんでしたけど。そう、負けてるわけにいかないよ。もうさあこちら緑で 95% あるなら当たると思うんだ。まあ、ゲジりましょう。今のゲジ方かわいいですね。さあここでね、ゲジって3人の金の入れ身が欲しいところですね。ゴーゴーアタックはね、当たり前に行ってもらわないと困るんですよ。ギリさんに期待。あー、ゴーゴーアタックここで来るのか。マリンはやめて。誰？あ、つい！はい、覚醒。さあ、タイトル。あー、もう、十分熱い。タイトルも変わるんじゃないかな。おー、あか。どこでシャチと判断するんだろう。シャチなのかな。もう、スドリルだけど、これ。さあ満月パン。おー、でも魚が来るでしょ。ポケモンで言ったら破壊行為ですからね。もう魚群の構え方じゃないもんいや、ってことはエグいからね。はい、いただきます。257回で総投資1万1500円です。さあ休みの日含めてこれで10回目の挑戦。さあバトりましょう。さっきノーテンパイだったんで、今度こそはもう戦っていただきますよ。保留変化クソ大事。やっぱ点滅が鍵かなって感じなんですよね。もうガチャガチャ煽ってくんないと話始まらないんですよ。 OK 点滅。こっから満月フレに変わってくれたら熱いんだけどな。一応奇数で煽ってくるチャンスだと思います。これをテンパってほしいな。さあゴーゴー、テンパイ、よし、バトります。でテロップチャンスアップあります。はい、シャチテロップ、タイトルとか出ないのか。で入れ身のチャンスアップが欲しいとこなんですけど、何もなしとなると最後のボタンを押しでパックオンないと厳しいかな。デホでも当たるとこ見たいな。シャツ撃破、勝てんだよ。でもこの後なんですよ。 19% の時短取ってる時はこの後にゴーゴーラッシュ、これが成功します。来い。ああ、めでたく10連単。はい、ということで2回ちょっとデフォで当てたので、
これカスタムつけようかな。これ真ん中のあの丸ポチボタンを押したら赤玉がカスタムできて、マジカル語群つけると大幅アップと、先読み期待度大幅アップと、あと一発曲でつけると大幅アップがあるんですけど、先読み期待度大幅アップにします。まあ先読み全般来たら信頼度は上がるんですけど、ほぼほぼボタン隆起かなっていうイメージですね。先割れっぽい感じになってます。あら、マリンちゃんエフェクト擬似るかな。チャンス目、ああ先読んだ、バイブったー、めっちゃバイブってる。これ白と赤なんですけど、白でも十分。さすがにボタンバイブはもらったと思いたいですよね。でこれでゴーゴーアタックいくかもう一回いくかなんですけど、ゴーゴーアタック来そうだな。19点パイエヴァ打撃やつ擬似りそうだな。あ、行かないの。あ、そのまま行くの。あ、ってことは、うわ、ファイヤーから恐れじゃん。ハンスリーさんといえば今は亡きファイヤーから、これリヴァイアさんとあの京都行きますね。マジですか。さあこの、ね、リヴァイアさんがね、クセモノなんですよ。めちゃめちゃ熱そうに見えて結構外れる。この星型に閉まってくれたら京都になります。頑張ってね。もう当たるけど、さあ京都、もうリヴァイアさんとか京都 SP は、まあ、チャンスタイプは2個かなあればもう大丈夫と思っていいですね。海じゃないんだって感じですけどね空行っちゃったっすね。海の問題が空までもつれ込むってなかなかないと思うんだけど、いやファイヤーからの音良かった、気持ちよかったな今。さあトライアングルエクスパシースパーク、赤カットインドーン、早かった、プラス500円。さあもう入れよう、三度目の正直。今日僕ラッシュあるんだろうか、不安になってきた。あのサイチキューの方でも若干喋ったんですけど、まあ、この世界観はブラックバールっていうのがこの世界の守り王宝石みたいな形なんですけど、まあ、それをウリンがサメと遊んでる最中に、まあ、結構パワーワードですよね、まあ、サメと遊んでるって遊んでる最中に柱に激突しちゃって、その柱がブラックバールを傷つけてしまって、そこから汚れが出てしまってちょっと荒れている。だからその汚れを直すために3人で頑張りますって話なんですけど、一個納得がないのがマリンとワリンは分かる、ウリンに関してはショークの貢献なわけですね。だから私たちが守るんじゃなくてこうなってしまってごめんなさいなの、本当こうなったの結構だよこれ、それはごめんなさいだよ、ね、さあ行きましょう。3枚目帰ってくるよ。おお、バイブった、えレインボーじゃん、一発発注。クリスタイムでカスタムしてたら今の音が鳴りますさあ入れましょうか、もう入れましょうよ、皆さんもそろそろ見たいはずです。4連単目そういう動画じゃないんだよ、ラッシュ入れることが目標じゃないんだよ、うん、俺もラッシュやりたいよ、弾欲しいもん。おい135回転も恐ろしいぐらい旗取りが軽いです。では戦わせていただきます、もう決めますよ皆さん、もう5度目です。さあ行くよ、力を合わせて保留に月を咲かせましょう、保留に月を。あ、バイブった、当たったよ、赤バイブだもん。5度目の正直決まりました、皆さんにやっと届けられます。やっぱ当たるときは強めの演出きますね、ちゃんとね、13回目にしてやっと僕ラッシュできます、パコンですよね。これで1500オーバー3000、やっと倒した、長かったな。さあ 30% で3000発どうでしょう、変わってほしいな、あ、変わらないのね、いいですよ。あ、3点だった3点だった、嬉しい、めっちゃ嬉しい、あ、幸せ。
これ多分リゼレと同じで1500と1500の切れ目離席できないので絶対打ってくださいね。パンクしちゃって通常戻されちゃうと思うんで。さあここでパートナーを選ぶんですが、ここでもしあのサムがいたらファンデンパスが残になります。スタンダード違和感魚群国とかあるんですけど、まあ、とりあえず基礎を知りましょう。ただこのカウントダウンで1、0とかもう即当たりメインなので違和感なく打てるかと思います。で何事も3回続かないとですね。144回転で、引ければ OK。 99秒ですかな。あ、全部つきた。はい、30パーくらいでしょ。もうリゼロなんで意識はしてるんですけどね、リゼロをちゃんと。ちょっと休ませてもいいですか。残り80回転しかないんで引けるよ。で女神様が来てくれたら 19% のいわゆるリスタートを引いてます。もうリスタートでもいいよ、むしろ。でいきなりマリンちゃんとかのカットインが入ったらしいですね。ねえちょいちょいちょい、ねえねえで勘弁して、こんだけ頑張ったの俺、あれ13回も通常耐えたの俺。マリンちゃん、あ、いいよいいよ、はい、もう一回 OK、 いけ、頑張れ頑張れ。もうやだやだ、もう勘弁して、もう勘弁だよ。え、せめて巻き戻してもう一回やらせて。え、俺3分しかやってない俺。いや、余韻もなかったわ。鶴の感じもリゼロでしたね、完全に。まあでもこのなんか通常が続く感じはなんか自分がなんかリゼロ打ってると変わんない。でもまだ199だからちょっとまだ楽に感じますけど、ね、199でリゼロができるから売りなんですよこの台。でこんだけね、この休みの日決めてもダメなんだったらもう収束してるんですよ。収束するんであれば、まあ、あと1回入るのはもちろんのことを、さっきラッシュにほぼ駆け抜けみたいなもんなんで、そこも収束するはずなんです。舞台は整ってるんです。止まれ。はい、そんなことはないよね、さすがにね。おっ、 OK、 152回転目。こっちも戦う準備は万全でございます。アンコー頼む頼む、信じられない。なんでこんな入んないんだこいつ。これで全部片付けましょう。いやまだいけるいける、ぶち込んじゃえばもう 楽々回収なんだけどね。まあジャギも結構投資したからまくりましたからね。ジャギ投資よりは簡単よ多分、そう信じてる。さすがによし、3万2000発絶対入れます、絶対入れる。もう終始はマジから起こしましょう。取らせていただきますよ、ゴーゴーラッシュ。まだ4万使い切ってないよ、全然負けられるよ。なんならこれ3000スタートのでっかいからね、負けらんねえよ。そう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 、もう煽っちゃう煽っちゃう。水から降り、はい、ドン、一発目 OK。 バイブを知っちゃってはいるけど、これ3人で行けばいいんだよ、1人じゃなくて。もうみんなで頑張ろうよ。3人合流が一番嬉しいんだけどね。ボタン上がってこい、じゃあもうゴーゴーラッシュだ。出ればなくてもいい、入ればいい、それが欲しい、それが欲しい。でもさ6回転でバトったのね、あるある、そのうち当たる。おっしょおっしょ、あ、満月、おつ、赤満月当たったよこれ。いや赤満は外れないと思う、これ赤マン3000とかないから。赤満月でなんかしれっときましたね今。さあフレームレックスさよならだ、パコン、お願い、よっしゃー、やっまくりまーす。さあこのまままくりきってもポイント獲得してハッピーエンドを迎えましょう。マジカルあるかもしれない、この後3000に変わったの知ってる、 V に入れたら3000のことも知ってる、この3000ってでしょ。これを3回やればとりあえず OK ね。ノリに乗らせるとね、ジャンジャンの右手はね輝くんよね。あとフィールドは海だから、まくれるまくれる、いってこ出しちゃおう。ゴーゴー、マリンのカットイン待ちです。30%で3000発
それを取り付けていこう。あ、3回いった。あ、早いよ、預けないよ。ちょっと、まあ、バトル率がないですからね、ここ一回寝かせよう。 ST とカレーはね、寝かすとが美味しいんで。マリンちゃん、いいとこ見せよう。 OK、OK、OK、揃え、ズカラ。やべえよ、マリン。ラスト、これどうにかならない、ここから。俺忘れてたことが一個あってさ、リゼロ苦手なんだよね。はい、まあ終わりなわけないですよねと、まあ、3000バス持ってるんでね、投資額のまあ半分ぐらいはまあ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 たまあるよと。そして僕はもうラストの取り方を覚えた。そしてなぜか僕は初回3000バス取れている。これまだ打っていいんじゃないかな。まくりましょう。トーリーの突破口まだ見えてるの。今月はね、1個の収録の敗北が命取りになりますから、なんとしてもプラスで終わらなきゃいけない。これ最低条件。山よくば1万5000バト欲しいんですよ、一撃で。いや、これはもちろんまくり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 できたからね、俺の人生。そろそろ本気見せてもらわないと、ゴーゴーマリーの底力を。おい、ウェイ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 、回れ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 、あっ、回れ。あー、え、どこ行くの。うわ、またきつい。そう、息子ステージ、なんで先読まなかった。あ、これ先読む、うん、このステージ自体先読みなのかな。わ、ごめんなさい、ちょっと定かじゃないですけど、クソ熱いのは確かです。ダブルウェイ、行国さん、このパターンもあるんですよ。海でしょう。ゼロ。あー、幸せ。もうさません、250個。ぶち込みましょう。行こう、みんな。やってやろうぜ。まくりへ向けて、バトります。やっぱさっきのなんか赤満月とか、ボタンバイブとか、やっぱ当たるときは強めの演出きますね。満月に変わろう。赤プレート、青プレート、青3回、1点、頑張れ、とりあえずテンパろう。よし、ここでバイブってたんですよね。なんか何もなくても当たるところをちょっと見ててほしいですよね。もう収束もバッチシだと思うんだよ。届いてくれ、マリンの攻撃、上がれ、パコン。あー、頼む。いや、ゴーゴーラッシュ、ゴーゴーラッシュ、混ぜて、ゴーゴーラッシュ、ゴー。長くない、うぅ、なにこれ。うお、あおんねえなと思ってたんですよね。なにこれ、気持ちよすぎんだけど。このパターンがあるんだ。じゃあ戻ってから復活じゃないんですね。鳥肌立ったぞ今。なんかブーンって消えて真ん中に残ったレインボーが。なんかこのパターン3000っぽくないかな。で、ここで入り見てればいいんでしょ。入れた瞬間入り見、あー、1500か。いや、十分ちゃんと収束してますね。なんか僕ね、リゼロだったら違和感モードが一番続くんですよ。違和感わかんないくせに。バリにしてみよっかな、押せだし。プレミアム違和感発生で大チャンス。押しでいきます。ラッシュで当たってないくせに違和感を探すっていう、よくわかんないことしてますけど。あ、どう、おお、だって10名じゃなかったら僕の3年でしょ。だって10名じゃなかったっすもんね、これ。押しだよ、やっぱり。待って、今2400個残ってでしょ。3000だから5400。始まった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 。え、あんなに苦労したのにさ、違和感モードでこんないけんだ。待って、違和感モード面白いぞ。あれ、僕でも分かった今。ちゃんと連チャンするとこやっと見てできましたわ。さあ、まだまだいくよ、楽しいな、いろいろ見よう。
タイマー止まるとかゲーム数ストップとかいつもの演出っぽくないのがあったりとかあると思うんだよな。ボタン震えるとかここレインボーとか頼む。ワリンまだいける。おい頑張れ、それそれ頑張れ。どっかないどっかない。あーついじゃんカットイン。ねえもう3000だよ。全画面カットイン、一人でも当てて3人までプレミアパターンですね。これが 30% の威力か。3000という3000やったよ。時代は悪いんだ。これ先発持ってて戦後3000、3000まくりましたね。肉3回やってただけだけど。やったポイントゲット。4回目7220個、6分199です。バケモンじゃんこれ。次も3000だったら満発なんだよな。落ち着いて違和感出してくれれば大丈夫。悪い。アクションするとかありそうなんだよな。残り20切っちゃうよ。悪い。先読みが来ねえ。ロングヘンドかも。ここなんかね、ロゴ点滅とか。悪い。できればもうちょっと。おー、ブレンデー。うそ、マジ。いい、全然いいです。ほんと、全然いいです。ありがとうございます。びっくりした。残り1回転ですよね。なんでって言っちゃった今。嬉しいのに。さあこれで持ち球が手持ちで満発でいけそうですね。となるとだんだん1万5000発が現実的になるんだよな。9435、もうちょっとで満発だ。あ、どこどこどこ、ないんだ。お、長いよ。あ、惜しい惜しい、長いぞ。なんかリゼロのくせで変動長いと緊張しちゃうよね。その点滅どっかどっか。あ、今引かんなかった。あ、カブトランいってる。おお。3000は入れに来い。3000がいい。どっち、あー狭い。まあ、カウントダウンはあのプレミアですね。うまいうまいうまい、満発で満発で。あー今レイマンなってます。もうゲンさんだ。違和感楽しいな。ワリン、もうちょっとだけ仕事して。よし頑張れ。ボイス、あ、ボイスはない。あ、聞いてしまうと期待してしまうよな、ボイス。3-2-1、ロングヘンドでもない。やばい、20切った。こっから這い上がろう。さっきくれたもんね、ワリン。ズカラドン6、揃えてくれ。頼む、あともうちょっと。ワーリン、あーダメか。豪華になった背景。いや1950個、十分っす。ありがとうございました。カゼブリー、はい、それでは出ましょうか、いきたいと思います。本日結構攻撃的な台が、強そうです。ベルセルクのボックス、無双4、乃木坂、あとこちらゴブスレーが5台と、今回はエヴァ推しだったようなのボックス、とても良かったと思います。で、望郷星、大半分以上が満発持ってるようなイメージですね。エヴァと望郷星セットのボックス、すごく結構強かったのと、チラトの方はブブブが結構 良さげで、なんかドライブバンバン入るんですよねってお声もいただいたので、もしかしたらブブブ、お宝材がまさかあった可能性があります。結果楽しみです。以上、ジャニアンのデザイン紹介でした。このまま、エンディングも行こうと思うんですけど、もう午後まで寝台で、途中でリゼロ苦手なことは忘れてたんですけど、最後の最後に、我が推しバリンが頑張ってくれました。としてプラス1点なので、まあ、リゼロタイプではあるんですけどね、通常時もメリハリ効いてて、好きな方も本当に好きなバランスだと思います。2ラウンドで出てますくらいながらも、とりあえず50回転のチャンスもらえるので、まあ、そこで引っ張ってしまえばリゼロになるって、自力でリゼロのラッシュを引っ張ってこれる形はすごく面白いなと思ってます。基本的な流れはご説明した通りですので、楽しく再度、勝ち系になってから、嬉しいなと思います。いやー、今日、
にかかってますね。はい、ありがとうございました。まあ何度も言ってるじゃないですか、5万発ゲットなんですよ。これで何もなしで急に次回予告ダンってくるの、これ弱そうに見えて一番熱いタイプね。ほらね、ここでにじり変わるからちょっと押してみますわ。おお3000度。さっきねここで1回押したら光ったんで1回だけ押します。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。